だから経営計画ってジャンプすれば届くっていう目標もあります。経営計画に対してオーバーしたらその3分の1とかそれを分配するっていうやり方もあるまうちは違う考え方なんですよ。オーバーしたらじゃないんです。損益分岐点比率を考えてるの あまりにも高すぎる目標を作っちゃうと、いつも達成できませんから、決算書を配るって発想までいかないかもしれません。だから経営計画ってジャンプすれば届くっていう目標もあります。経営計画に対してオーバーしたらその3分の1とか、それを分配するっていうやり方もあります。うちは違う考え方なんですよ。あの、オーバーしたらじゃないんです。損益分岐点比率を考えてるの 損益分岐点比率が90%以下だったら出しませんよ。ところが損益分岐点比率が85%ならば、例えば今みたいに20億の売上高で3億の利益が出たら損益分岐点85%だから、その 40%1 億円。そういうルールにしてるんです。 だから、目標を達成しなくても決算所用は出せるような形にしてあるんですよ。で、なんで目標を達成しなくても出せるかと,いうと、財務体質がいいからです。無借金で資金十分持ってますから、借金が返済に入ってことはそこにお金が出ていかないんで、社員に分配できるんです。そういうことを私はね、これを伝えたくて、勘違いのところで書いたんですよ。やっぱりこれからは人を大切にする経営が大事で、日本の人件費は高い高いって過去には言われてましたけど、現実には低いんですよ。 だんだんアメリカとか逆転されています。生活もそんなに楽じゃなくなってきてます。だから生活を豊かにするためにはやっぱり給料所用なんですよ。でも、給料所用は世間並みにちゃんと払って、そして決算所有で世間並み以上の給料を払える会社にすれば、社員も豊かになるんじゃないかな。で、利益が出ないときはね、分配しませんから。そうやって調整も図れるんじゃないかなというふうに考えています。 商用は業績が良くなったら出すと。その代わり明確な基準が必要ですよっていうことです。もう一つは社員だけでなく自分にも決算商用を出す。これはとても経営者のモチベーションを上げます。私の場合は夏にはもらえませんけど、12月には決算商用で300万もらう予定です。月々の月給は200万で、12月には商用として300万。夏の商用はいただきません。 なぜかっていうと、役員の決算賞与っていうのは、成果に対して払われるもんなんです。人件費の一部じゃないんですね。役員報酬は人件費の一部ですけど、決算賞与は成果配分なんです。で、もともと役員の賞与っていうのは、株主総会の決議事項だったわけです。普通ね、決算機の2ヶ月後にやられる株主総会ですね。株主総会で何が決まるかっていうと、配当が決まります。役員賞与が決まります。 その他に利益処分として別途積立金に積み立てるとか、いろんなこうね、積立金の処分が決まります。多くの中小企業の方はなぜ役員賞与を払ってないかっていうと、役員賞与っていうのはまず税引企業で払われる。そして役員賞与は損金に落ちないと税務上。だから多くの中小企業では役員賞与は払われなかった。だけど第一企業とか上場してる会社はみんな役員賞与を払われてるわけです。 でも、あの、10年くらい前かな税法が変わりまして、役員にも所有が払えるようになったんです。それは何かというと、事前確定届で給与っていうのを税務署に出すと。で、そこに支払い日と支払い金額を記入して、記入した支払い日の通りに、えー、期日に同じ金額、1円でもずれてはダメです。その金額を払うと、それは損金に参入できるという規定ができたんです。 それは株主総会の後の取締役会でそれを決議して、それを税務署に提出すれば、あそういう形ができます。我々もそういう形で、確か伊島社長が200万かな。私が300万で、えー、出してるはずです。で、その本質は何かっていうと、利益処分の前倒しなんですよ。だから本来ならば利益処分でもらう役員賞与を、それより2ヶ月前の決算期末でいただくっていうのは事前確定届出給与なわけです。 だから、利益書分の前倒しですから、表示する場所は特別損失なんですよ。半回費に入れちゃいけないですよね。だって、その役員書用ってのは利益配当ですから。利益配当と同じような、えー、意味なもんですから、特別損失に計上します。社員に対する決算書用も特別損失に計上します。我々の考え方は、社員の決算書用も、要するに、計上利益との対比なわけです。計上利益がいくらだったから、これくらい決算書用が出されると。 いう意味で決算所用は経常利益の下に表示しないといけないと思ってるんです。やっぱり目標の経常利益、実際の経常利益、その関係の中で決算所用が社員に払われる。役員所用は利益処分の前倒しですよという意味なんです。だから特別損失なんで,すで、特別損失に計上することによるメリットっていうのはいっぱいあります。まず、半開費に計上するのと特別損失に計上するのでは営業利益が全然違います。 経常利益も違います。で、営業利益がね、なぜ大事かっていうと、銀行さんは我々中小企業を見るときに、銀行が見る利益っていうのは PL の。営業利益を一番重視するんです。インターレストカバリティレーシオとか、債務償還年数とか、キャッシュフローっていうのがね、銀行が中心に見て配分が高いんですけど、それは全て営業利益を中心に計算されるからなんです。 だから営業利益を大きくするような決算書を作ると銀行の格付けが上がって金利が下がってお金が借りやすくなります。また損益決算書が美しい決算書になります。営業利益がマイナスで特別利益でプラスになってね、または営業外収入でプラスなんて美しくないですよね。営業利益より経常利益の方が少し少なくなるくらいの決算書。そして特別損失があって税引き前が出てくる。それもプラス。税金払って税引き後プラス。 そういう美しい、そういう計算書をやっぱり作るべきなんですよ。こういっちゃなんですけど、うちに年間150件以上お客様が変わってくるんですよ。そうすると前の会計事務所さんの決算書を見ると、ものすごく汚い決算書なんですよ。綺麗じゃないんですよ。表示方法が美しくないんですよ。 やっぱり美しいそういう計算書とバランシートを作ることが大事かなと思っているんです。そのために標準方法って大事ですよ。それとともに事前確定届で給与を出すと、経営者自身が自分で決算所有をもらいますから頑張るんですよ。計画通りに行かなかったり業績がね、また落ちちゃったら、決算所有はもらわなければいいんです。300万出して150万ってのはありえないもんですから。 その時はゼロなんです。だから経営の結果責任は全て社長ですから、利益が出なかったら、それは社長が決算書をもらわなければいいだけの話で。だから頑張れるんですね。自分も決算書をもらおうと思うから、社員も決算書をもらおうと思う。だからお互いに数字を意識しながら経営をする。数字を出すためにそういう工夫をして、目標が達成するように頑張る。それが経営だと思うんです。 だからぜひとも利益計画書を作って、その数字を毎月毎月対策を打つ。それが経営だと思うんです。ぜひとも皆さん、経営計画、利益計画作って、それを達成したり、一定の基準で、社員にもぜひとも決算書を上げて、社員の給料所有を少しでも多くなるような、社員から本当に喜ばれたり、感謝されるような経営をしていきたいものですね。今回はこれで終わります。以上です。